あの量は並べれないです私。ちょっと待って、でもギブアップします。もしもし、もうお願いなんですけど、もう一回だけドミノ倒しさせてください。お願いします。でもえなこが辞めるって言ったから、みんなこうやって使わなくなったドミノねえちょっと出してやってみたりとか、時間も持て余しちゃったしね、もう一回迷惑かけてるから、それはちょっと難しいんじゃない。それも分かってるんですけど、さっきあのお母さんから電話かかってきて、なんかちょっと反省しないとなって思いまして、考え直してちょっともう一回ね、準備してくれたスタッフさんとかゆきゅんさんとか、なんかやっぱり見てくれてる人にちょっと申し訳ないなと思ったんで、だからもう一回だけあのドミノ倒しやらせてください。お願いします。どうします？いやまあ、スタッフとしてはそのえなこさんにそこまでおっしゃっていただけるんでしたら、まあぜひお願いはしたいですけど。大丈夫ですか？はい、じゃあやりましょう。あ、いいんですか？じゃあすみません、再開します。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。始まりました、えなこのネバーギブアップ。わーい。この企画はゲームに関するさまざまなことにえなこがチャレンジしていく企画です。はい、どんなことがあってもネバーギブアップの精神で最後までやり遂げたいと思います。なるほど、はい、では早速やってまいりましょう。今回のチャレンジは何でしょうか？今回のチャレンジはドミノ倒し。1万個のドミノ牌を並べて芸術作品を完成させてもらいます。じゃあ早速やってきますか。いや、ちょっと待って、ボルダリングじゃないですよ。あ、そうなんですか。あの今の V ではあのドミノをやるってはい、おっしゃってましたので、じゃあ今日はちょっと残念ながらボルダリングじゃなくて、なこちらのドミノになるかと思いますが、はい、ドミノってこれさすがにこれだけあるとめちゃめちゃ時間もかかりそうだし、ドミノやったことありますか？いや、私本物初めて見ました、これ。お、私も実は初めてなんですよ。なんかテレビとかで見たことあるんですけど、実際やったことなくて、はい、今回初めてなんで、うん、いやもうネバーギブアップの精神でたくさん並べたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、すごい広いけど、どこからやってきますか？いや、1万個ですからね、こうやっぱ縁から並べるとして、やっぱ角のあそこからやるといいと思います。はい、確かに、うん、じゃああっちの角からバーッとやっていく感じですね。じゃあ早速運びましょうか。うん、ね、はい、では記念すべき1個目置いていきたいと思います。頑張れ。置きました。残り9999個です。Thank you.
全然これちょっとだし、まだ100個もいってないからさ、もう一回頑張ろうよ。結構いいペースだったよ。早かった早かった。これなぁ、まあ、1万個はちょっと分かんないけど、まだいけるって。もう一回やろう。ほら、もう一回やろう、もう一回やろう。全然大丈夫だよ、早かったって今の。ほれほれほれ、もう一回やろう、もう一回。ギブアップします。は？何？ギブアップします。なんでよ。だって倒れたし。え、倒れたから倒れないように次は頑張ろうよ。えなこがやらない、やめるって言って、もう一回みんなバラシしてたのに、もう一回準備してまたやめんの。そう分かってるんですけど、もう限界です。え、限界ってまだ100も並べてないじゃん。そもそもなんで倒すために並べるんですか。これ意味ないでしょ。これいや、それギブアップします。意味のだし。えなこはギブアップした。前回ドミノを並べずに終わり、改めて挑戦したが、ここでギブアップとなってしまった。悔しいだろう、辛いだろう、自分の力のなさに腹が立つだろう。人は成長するときに越えられない壁に当たるもの、その壁がえなこにとってはドミノ数十個であっただけだ。えなこのネバーギブアップ、次回のチャレンジを近い将来我々は見ることになるだろう。その日まで待てよ諸君、いつか必ずネバーギブアップ。